新名社古墳群は愛知県長久手市にある複数の古墳の総称。熊張新名社の境内に位置する4基の円墳からなる。従来から1号墳、2号墳の存在は知られていたが、1981年に行われた2号墳の発掘に伴う調査で3号、4号墳の存在が確認された。1号墳から3号墳までは道路沿いに並んでいるが、2号墳以外は、 それと判別しがたい。出土品から7世紀の築造と考えられている。墳計15.8メートルで、墳長に約70センチの凹みがあり、洞窟口の痕跡と考えられている。異物の検出例なし、未発掘。愛知県道6号、力石名古屋線の公園西インターチェンジ合流路の歩道に面した位置にあり。 道路建設に伴って、噴球の南東側4分の1ほどが削られている。規模と構造を残存する噴球は、東西で約19メートル。噴口は地表から2.8メートル。主軸を北北東に向けた横穴式石室を持つ。噴球場に2カ所、道路側に1カ所の洞窟口があった。専門及び沿道の約半分が、 道路建設の際に削られているため、これらの詳細な形状などは不明。石室は奥行きが5.4メートル。銅張り方で最大幅は1.96メートルだが、奥壁幅は1.66メートル。入り口付近では幅1.40メートルとなっている。側壁は大きさの違う割一種を小口積みしており、残存口は東側で32から86センチ。 西側で50から120センチ。また、奥壁は幅85センチ、高さ1.25メートル、厚さ40センチの一枚岩で、床面には奥壁から2メートルまで玉砂利が敷かれていた。剣道6号を豊田市方面へ向かうと、愛、地球博記念公園にある観覧車と道を挟んだ、反対側の合流路に、石室が開港しているのを見ることができる。 出土品出土品の一部は古戦場公園内の長久手市郷土資料室で展示されている。墳径約20メートル、墳高約2メートル、異物の検出例なし、未発掘、神社本殿の北側に位置。昭和40年代の本殿改築の際に大半が作品されたとみられる。残存計約8メートル、残存口約0.5メートル、異物の検出例なし、 未発掘、注釈出展、ありがとうございます。